皆さんの場合、見ていです。今日はですね、じゃーんということで、また一意見いただきました。ありがとうございます。 といつも同じ方で、あの祝新年度ということで、小田京さんからいただいたんですけれども、1万円ほどいただきました。これは、ね、有効活用して経費に使わせていただきたいと思います。具体的に言うと、あのハードディスクが切れつつあったので、バックアップ用のです、ね、動画の。なので、まあ、実質上経費ということなんですけど、あのこれがなければ、僕は自腹を切るところだったので、本当に皆さんのご支援あって、特に小田京さんのご支援あって、えー、これが成り立って、この動画全体が成り立っているので、本当にいつも感謝してもしきれないです。ありがとうございます。で概要欄の方にあの欲しいものリストとかありましたそちらの方から送っていただいたんですけど、 あの、いろいろ皆他にもね。twitter とかインスタとかあるので、ぜひともそちらの方も皆さんご覧くださると幸いです。で、今日はですね。もう一つツイッターの方でちょっとした新企画をやろうと思いまして。数学史の。 シリーズみたたいいいいなものを少しばかりやっていきたいと思いますあの数学史とか数学教育だとかっていうのは、まあ、直接数学的なことではないんですけど僕のこのチャンネルの動画で、まあ、しばしば触れたり折に触れたり雑談なんかしたりして楽しんでもらってると思うんですけどそれをちょっと数学史本格的なものを少しばかりやろうと思っております、まあ、本格的と言いましてもそんなすぐ専門家では僕はないのでゴリゴリにやるわけではなくってこの何年に何が起こってこれが数学史の中で全体の流れでみたいなそういう細かい話ではなくて 素人目線で結構楽ししめるような話をざっくりととていいいきたいと思います、まあ、古代ってすげえなとか中世ってなんか暗かったのかな本当に暗かったのかなアラビアって明るいなとかあと中世から近代に至って微分積分嬉しいないい気分って感じとか、まあ、現代数学にまで至るっていうのを半年から1年ぐらいは多分かかってしまうんですけどそういう長期スパンで何か文字媒体でやろうと思った次第ですっていうのは動画の形式でやってもよかったんですけれども いかんせんその用語とかね式とかが出てくるとちょっと厄介なので文字の方が分かりやすいこととかっていうのがやはりあるわけですよいわゆるあのバビロニアンプリンプトン322とかなんかね口で言われてもプリンプトンクリンプトンみたいなのがあったりすると思うのでこういう名詞とかも言葉で言っても何なんだっけみたいなことあるので、まあ、文字媒いたいだろうというふうに決断したわけですねなのでツイッターの方を概要欄の方にありますので、まあ、是非そういうことに興味がある方はフォローしてくださって楽しみにしてくださると幸いです で今のところ、経過でいうとあの10本から15本ぐらいの内容は一応用意しました。でまだ上げてはそんなに上げてはいないんですけどやった感じでいうと1ツイートの文字量に全然足,しあの足りないなっていう感じですね。あの1ツイート200文字ぐらいじゃないですか。もう全然それじゃ足りないです。あの分量がどんどん増えていってしまうところがあるんですね。なのでちょっと考えていたりします。ツイッターでそのどんどん足していくっていうのはちょっと見栄えが悪いので。 なんか違う景色があればなとか思ってるんですけど、そんなことを考えながらやってたりすると、ついそれそれをなんかそれが解決しないと次いけないってなると、いつまでたっても実行できないので、とりあえずツイッターで始めます。で、より良い景色がありまあったら、まあぜひ皆さんアドバイスいただきたいんですけど、まあ、とりあえず数学史のことをやっていきたいなと思っている次第です。もしあの興味があれば概要欄の方からツイッターでフォローしてもらえると幸いです。では数学史やって。 楽しいんで僕自身もね結構大変ではあるんです文字を書いたりするとだけどまあ好きなものではあるのであの興味のある方は是非数学以外でも楽しめると思いますので、まあ、数学なんですけどねまあそんなわけで科学史ですがよろしくお願いします。次の動画もご覧くださいさいよなら